はい、納豆の、加工が終わりました。加工というか形が出来上がりました。でここに、次はですね、弦の溝を切っていくんですが、弦の溝の位置決めはですね、非常に、微妙な作業なので、非常に神経を使うことになります。まずこれは弦を張りながら位置を決めていくので、弦をとりあえず通してあります。で最初に、6弦と1弦2本だけを張って、両端の2本の位置決めをしていきます。はい、1弦と6弦をとりあえず張ってあります。でまずこの両端を位置を決めていくんですけれども、それぞれの弦の位置決めですが、ナット上で位置を見るんではなく、1フレットのところで見てください。で1フレットの、このギターの場合はバインディングがあるのでフレットの端っこで、使える部分の幅というのが結構狭いです。少し、しかもこれ端っこがこう斜めに落ちちゃってますので、フレットとして使える部分というのはどうですかね、この辺からになると思います。なのでその辺にこう弦を持ってってみます。でここならちゃんとフレットの上に押さえられるかなと。でこれ以上こっちに行っちゃうと押さえた時にずるっと落ちちゃいますから、この辺りですね、この辺がいいかなという位置に、弦が来るようなところのナットの位置に、こういった目立てヤスリで印をつけます。でつけた印のところに弦をこう乗っけてみてフレットとの位置関係を見ます。あんまり内側に入れてしまうとですね、弦間隔が狭くなっちゃうので、それはそれで弾きにくいギターになっちゃいますから、とりあえずフレットの使える幅の、一番端っこぐらいのところまで、弦を持ってくる感じにしましょうか。はい、同様に、6弦の方もですね、位置を決めるんですが、6弦はですね、1弦に比べて、弦が太いので、やはりこの弦の、端っこがですね、フレットの斜めになっているところよりもやや内側に入ってた方がいいだろうということで位置決めをします。で、6弦の方はですね、この辺かなということになったら、少しこのナットの上でえいえいと強く押してやります。そうすると6弦の跡がつきますので、その跡のところに目立てヤスリで印をつけます。はい、そして、印の上にこう弦を乗っけてですね、フレットとの位置関係を見て確認を取って OK ならば OK ということになります。はい、でナット上に、1弦と6弦の、位置決めの線が、つきましたので、この間をですね、5等分していくことで6本の弦の位置を決めたいと思います。まず、5等分するためにはですね、数値的なデータが必要ですから、今ここで引いた2本の線の間隔を測ります。こういったスケールを当ててですね、見ていくんですが、そんなに、寄ったらですね、俺が見えないんです。しかもこれでは見えないです。はい、まず1弦側の印にスケールの100ミリの位置をこう合わせますね。で6弦側のところにヤスリの先端を当てて長さを見ます。そうしますとですね、この2本の印の間隔が33.3 ミリですね、いう感じになります。 533.3 を5で割ります。はい、というわけで、弦と弦の間隔を 6.66 ミリになるように、等間隔に印をつけていきたいと思います。はい、ここに、5等分で、全部で6個の、印がついています。でこれを、各弦の、幅に、太さにですね、合わせて、溝の幅を広げていきます。
まず、まあ、一元は一番細いので、この目立てヤスリでやります。でこの溝、弦の溝切りに使うヤスリはですね、まあ、市販品とかもあるんですが、ある程度こう使い慣れたものである必要とかがあるので、初めて使うような道具の場合はですね、なんかでこう試し切りとかをしてですね、弦の、太さと、どのヤスリが合うのかということを確認してから、作業をするようにしましょう。で今回はどの弦が、どのヤスリと合うかということは分かってますので、まず、1弦のところが切れましたので次2弦いきます。そして3弦用のヤスリ、4、5、6弦はですね、溝を徐々に広げていくようにするため、まず3弦用で4、5、6弦切っていきます。で次に4弦用のヤスリで今度は4弦と5弦と6弦を切ります。次に5弦用のヤスリ、5弦用のヤスリで5弦と6弦を切ります。で最後に6弦用のヤスリで6弦を切ります。でこの段階ではあまり溝を深くしてしまうとですね、まだ、フレットの高さとの関連がこれからの調整になりますので、気持ちこう溝は浅めにこの段階では切っておくと、後で深さの方は調整していきます。はい、残りの4本の弦ですね、2弦から5弦までの弦をとりあえず貼って、軽くチューニングしてあります。まあ、チューニングは非常に大雑把にしかしてませんけども、チューニングがしてあります。この状態で、今度は溝の深さを適正なところまで、掘り下げていくという作業をやります。で深さの決め方ですけれども、弦各弦をですね、2フレットに押さえます。まあ、要するに2フレットと3フレットの間を、指で押さえて、弦が2フレットに当たるようにしてこの1フレットと弦との隙間を見ます。でここに、わずかな隙間、まあ、わずかというのは数値でいうと、本当にこう 0.2 ミリとか 0.3 ミリぐらいの隙間が空く、まあ、もうちょい大きくてもいいかな、 0.5 じゃちょっと広い気がします。ぐらいの隙間が空くようなところまでこの溝を深くしていくという作業になります。とりあえず1弦とかやっていきましょうか。はい、溝の深さを決めていくときはですね、このように照明器具を、向こう側に置いて、その状態でここの隙間を見ると非常に見やすいので、この状態でこう弦をですね、押さえたりとかして見ながら、溝の深さを深くしていきます。一弦としてはこんな感じでいいんじゃないかと思います。で、まあ、2弦から以降はですね、それぞれのヤスリで、溝を深くしていくんですが、4弦、通常のゲージの4弦の溝というのは減りが早いという傾向があったりとかするので、4弦を少しこう高めにしておくとかですね、そういうような、裏技もあったりとかしますが、全体的に太い弦の方が振幅が大きいですから、1弦に比べてやはり6弦の方がやや高めにしておくとか、そういったような、気は使っていきたいというふうに思います。
ワウンド弦はですね、あのナットに、傷をつけてしまう恐れがありますので、この PP バンドを使ってですね、あのナットの表面を保護しながら、溝を削ってあげると。そうですね、1,2 弦には、ストリングリテーナーがついているので、まあ、ややこうヘッド側下がりに溝を切るんですけど、特に3弦はですね、ナットへの当たりが弱い傾向がありますので、あまりこう溝をですねヘッド側下がりに切らないで、むしろ、指板と平行、まあ、平行は言い過ぎですね、指板に平行に近いぐらいの角度で、浅い角度で切る方が、いいと思います。溝の深さが決まったらですね、一旦弦を緩めて、横へこう避けます。で、またあのマスキングテープでですね、保護をした状態で、まず溝の、上のこの角ですね、角を面取りして、ここもマイルドな溝の形に仕上げます。横の面もですね、ややバリ的なものが出てるかもしれないので、ここも仕上げをします。で、ここをさらにですね、目の細かいコンパウンドのような、まあ、研磨剤を少量こうつけましてですね、これを、磨いて上げると、はい、かなり、光ってくれます。溝の中に入っちゃったやつを、こんなんで取りましょう。緩めてあった弦をですね、元通りの位置に戻して、チューニングをすればこれで、ナットの交換は完成です。